どうも、ガルフのみつやです。いつもありがとうございます。今回はドライバーショットが遠くへ飛んで、かつ精度がぐっと上がるために必須の動き、これを皆さんにシェアしていきたいと思います。というのも、こういう質問を受けたんですね。素晴らしい質問です、これ。当たる瞬間は左の腕とクラブシャフトは一直線に近い状態になりますか？こういう質問です。答えはイエスです。じゃあ、構えた時もその状態にすれば、構えと同じ形になればいいですかねっていう質問をさらに受けたんですが、実はこれが答えがノーなんですね。これどういうことかと言いますと、構えた時に腕とクラブには角度がついていかなければいけない。じゃあそれについて今回は解説して、そして非常に大事な考え方、動きになりますので、必ず最後まで見ていただいて納得していただきたいと思います。私、三ツ矢は4000名の方が海洋スクールで普段レッスンさせていただいてます。皆さん本当に感謝してます。こういう質問をしていただける、本当に感銘を受けます。感謝します。そして動画見てくれてる皆さん、今回はドライバーショット、とにかく遠くへ、そして正確にです。では早速行きたいと思います。このボールを捉える瞬間というのは、左の腕とクラブシャフトは一直線に近い状態になります。では構えた時はそうではありません。ここに角度がついていきます。これって構えた時と当たるところって同じところに戻ってくるのが理想じゃないんですか？こういう疑問が湧いてくる人がいるのかと思いますが、それは同じところに戻すようではあるんですが、同じではないということです。では何が同じではないかというと、それは構えているときはまず勢いがありませんし、ここからバックスイングをしてあげなければいけないわけですね。ですからバックスイングがしやすい構えでなければいけないんです。では降りてきて当たる瞬間というのはどういう状態かというと、それは非常に勢いがついて遠心力が働いてヘッドスピードも出ている状態ですから、この状態というのは最初に構えているときとはその瞬間的な形は同じようなところに降りてきているかもしれませんが、そこに働いている力であったり動きというのが全く一緒ではないんですね。ですから腕が伸ばされてシャフトと一直線に近いというのは遠心力によって、さらに重力によって外側に引っ張られている状態なんですね。ですからここは伸びていくというのが正解になります。まあ、右の肘は、まあ、伸びきる直前ではありますが、左の腕とクラブシャフトというのは、こういうふうに伸びて、この後さらに腕が引っ張られる状態にはなっていくんですが、こういう状態になっていくということです。じゃあ構えた時になんで伸びっぱなしではいけないかというと、それはバックスイングしやすいということなんですが、バックスイングしやすいというのは、バックスイングした時に左の腕とクラブシャフトに少し角度がついていかなければいけないということなんですね。ですから、ここからバックスイングに入っていきますので、バックスイングの形が取りやすい構えでなければいけないわけです。そこに角度が必ず必要なんですね。なので、この状態からスイングをスタートしていくということです。じゃあ、降りてきた時というのは遠心力が働いてますので、外に引っ張られてますよね。引っ張られているということは、腕とクラブシャフトが一直線に近い状態になっていくわけです。そこで一直線になっていないということは引っ張られていないということになりますので、そこではヘッドスピードが出ていないということになってしまうんですね。ですから構えた時は少し角度があって当たる瞬間は伸びていくぐらいの意識になっていくということです。ではこの伸びたらうまく当たらないんじゃないかと思うかもしれませんが、そこは大丈夫なんですね。というのは当たる瞬間というのはもはや体は少し左側にぐるっと回ってますので、そこでちょうどいい距離で当たることができます。ですから少し角度をつけた状態で構え、そして腕とクラブが伸びた状態でボールを捉えていくわけですね。そして一気に大きく伸びやかに大きい円を描くようにフィニッシュを取っていくということになります。こんな風にバックスイングをどうやったらしやすいかというのが構えを作っていくわけで、そして当たる瞬間というのは大きく腕が伸ばされてボールを捉えていくことになりますので、左の腕とクラブシャフトは一直線に近い状態になっていくということです。これはまあ当たる瞬間なので、どういうふうに感じるかというのはほんの一瞬の出来事ですから、いまいちその感じられないということはあるかもしれませんが、円を描いていく中で大きく外に引っ張られて遠心力が働いているこの状態、それがしっかりと最後まで伸びやかにキープされていると、ヘッドスピードが出て、そして腕が伸びている状態というのは非常に安定した形になりますので、それによってボールは安定して、その狙ったところにこうボールは飛んでくれるということになります。何よりも構えた時の形が正しければ、バックスイングの上げ方がスムーズに上がっていきますので、精度としてはぐっと上がっていくということになっていきます。こんな風に構えとインパクトの瞬間というのは、一見同じところにこう戻ってこればいいよ、構えたところに同じ形で戻ってこればいいよ、みたいなことを
言われたりしますが、まあこれは真理はついてないんですね。特に初心者の方に最初に、まあ概念をざっくり説明するという意味では間違ってないかもしれませんが、まあ厳密にどういう形になってどういう力が働いているかというところまで落とし込んでいくと、今説明した通りになりますので、ぜひそれを理解していただいて、しっかりと引っ張られて、腕とクラブが一直線にぐっと伸びた状態、そこから腕が回転されていくと、ヘッドスピードはしっかり出て、ボールが遠くへ飛び安定したスイングになっていく。何よりも構えからの動きが正しいというところもミソになりますので、ぜひそれを理解して皆さん練習に励んでみてください。最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。